あのこのホームですね、これからあの先ほど言ったスカルプ、はい、スカルプ、あの今ホームをつけていますね。はこれでここの上に爪の形で長さを出していきます。なるほど、はい、これがスカルプ。そうです、時間とともに固まっていくんですね。あ、そういうもうジェル状のものというか、それをこうしてるんですか。そうなんです。初めて見た。早いもんだわ。早いです ね、 ね、これ込みの45分、うん、スピードですよね。すっごい早いよね。早いです、早いです。外したんですね。あ、本当だ、ホームを外した。形ができてきて、そうなんです。もう固まってんだ。爪になった。あ、そしてあのスカルプチャーも削るんだ、やって爪と同じように。形整えるんですか、これ。そうなんです。この名前の通り、彫刻みたいなものですよね、スカルプチャー。あ、なるほどね。あ、彫刻。形を作って。あ、うん、あのこれはカラージェルですね。ジェルの上にラメを、粉のラメを作る、ね。あ、粉のラメ。うん、なんか若林さんで黒ってあんまり、ね、うん、確かさっきの若林さんの作品からは想像つかないですよね、この黒と白っていうのは、ね、目が真剣だよ、真剣ですね、だから、うん、見ますよね、これなんだ、なんかモコモコ、ね、うん、これは先ほど言ったアクリル樹脂スカルプの材料で、爪ではなく今度はこういろんな形を、はあ、ここから今すごいいろいろ変わっていくと思います。これってのネイリストの人たちの技を、うん、そう、これ結構すごくないですか、すごいです、見せちゃっていいのかな、うんうんうん、なんかね、同業者の人なんですよ、これ、ね、ね、本当ですね、録画した方がいいんじゃないですか、ね、うん、そうだよね、うん、原田さんが何か作ってるんですよ、はい、本当だ、何ですかこれ、あ、確かにね、うん、飴細工みたいな、本当だよ、鶴とか作ってたらすごいすると飴細工になっちゃう。何ですかねこれ、これは多分リボンではないでしょうかね。リボンでこうやって作るの、リボンでこういうふうに作っていくんですよ、なかなか見れないですよ。あの素材は何ですか。アクリルのスカルプチャーの、そう、アクリルのスカルプチャーってすごい、じゃあいろんなものになるんですね。わ、本当だ、あ、リボンがリボンになった、すごい、すげえ、かわいい、なんか魔法みたいですね、うん、あら、すごい、若林さんの花びらみたいな、ね、花びら的なね、バラなのかな、なんか、うん、お花ですね。そうですね。お花のさん、はい、ああやって花、お花ですよね、多分。そうですね。お花をあのコサージュっぽくつけてる。いましたよ、原田さんの。あら、あら、あれ、かわいい。その間にリボンがついてる。さっきのリボンがここ、こんなだったの、ねじねじしてる。手作りだ。すごい。あ、よかったですね。Wow, that was a close one. 綺麗。綺麗。何これ。かわいいね。ユキナどうよ、バラ、生花のバラが、ちょっと会場からも今完成が上がりましたね、今作ってる、オレンジバラつけてる、すごい、バラですかそれ、ユキナ、はい、これはまさにバラです、バラですね、はい、まさにバラ、その横の花は何ですか、本物みたい、ボタンです、ボタン、ボタンですか、ボタン、若林さんが笑いましたけどボタンなんですね、ボタンですか、本当にまさにボタンです、まさにボタン、ありがとうございます、バラじゃないですか、そうです、原田さんの、おわー、すごい、リボンキラキラだ、リボンキラキラ、ピンクの、アドリブの手作りだからな、ね、すごいな、ちょうど今日の髪につけてるアクセと、ね、これだからトータルコーディネートですから、ね、今日の衣装、たった45分でどんな可愛いネイルが完成したのか、 It's showtime。 まずは原田さん、テーマは、あえてクリスタル感を生かしたシンプルビューティーです。 Are you ready? ホワイト、シンプルビューティー、クリスタルのような輝きでネイルにセレブ感を演出、キュートなリボンで絶妙なスイート感をミックス、これをわずかな時間で仕上げるとはまさに神業。こんなに透き通るもんなんですね、このスカルプチャーってのは。これを生かして、あ、そうなんだ、はい、内側も塗ってたんですね、そうです、なるほど、これがやっぱ美しいので、この透明感がめちゃくちゃ綺麗、綺麗、なるほどね、さあ、じゃあ続いて若林さん、テーマはフラワープリンセスです、フラワープリンセス、かわいい、
テーマはフラワープリンセス。指先に咲いたのはパステルカラーを基調としたローズガーデン。ユキーナをプリンセスに見立て、いつもとは違う花に囲まれたラブリーな雰囲気を演出。ユキーナの甘皮な部分を完璧に引き出した。全くこうなんかジェル状の形のものを花にしていくっていうね。二人ともね、こう見えもう見えなくなってるところもかなり手間をかけてね、やってましたけども。そうさあ、そうそうそう。では結果の発表に移りたいと思います。トップネイリストによるファイナルラウンド。可愛さあふれる二人の作品、トップオブ可愛いネイルの栄冠はどちらに？バトルネイルサロン。初代チャンピオンは。時間もない中で、そうですね、おめでとうございます。